嬉しいか。ちょっとあれキモくない？見ない方がいいって。どうした、お腹減ったのか？猫を学校に持ち込むのは禁止ですよ。え、そうなんですか？はい、完全に。いいんじゃないの、先生に黙ってればわかんないわけだし。また男子への点数稼ぎ？はあ、あんたじゃあるまいし。そんなキモいやつに興味ないって。ちょっと。ただいま。おかえり。早かったわね。ほら、今日は僕が夕食当番だし。あら、張り切ってるじゃないの。真面目で誠実な父さんに優しい母さん、何不自由なく申し分ない家庭。今日はテルの料理か、楽しみだな。なんだかんだ言ってもテルの料理が一番美味しいですから。何言ってるの、僕のなんて母さんの足元にも及ばないよ。親を亡くした子供、子を亡くした親、両者をマッチングさせ記憶操作によって家族にする。そうだ、これも全部嘘の世界。西暦2118年、外宇宙からの来訪者ドラクターの侵略によって人類は 99.9% の人口を失った。地球には新たなコアが設置され、異星人による環境改善が行われた。ドーナツ地球、誰がそう呼んだのか。未来を失った人類を象徴するかのように、それは宇宙に浮かんでいるのだ。あのな、神崎、お前いつからストーカーになった？あ、いえ、別に。それに自分に近づくなって言ってただろうが。え、私が？ああ、お前が。それはそうかも。この子元に戻った時にヤマトに伝えようとしたんだ。今です、周りに人はいません。心臓を一突きすれば完了です。はい、こうなったらやるしかない。あ、おっ、うっ、あ、ごめんなさい。なんだよあいつ。やっぱりアスナさん、ヤマトのことを。そういうことか。あ、待って。そこに入っちゃダメだ。
思った通りの行動だ。お前のことは私が一番よく分かっているのだ、レイジ。今回も好成績を上げたようだな。クリアすれば訓練はなくなるって言われたので。すごい才能だ。やはりお前はローグを誰よりもうまく操れる。本当はそんなことしたくない。父さんの期待には応えられない。バカを言うな。お前は選ばれし者なのだ。だから僕には戦いなんてできないんだよ、レイジ。博士、大変です。地質調査部隊にドラクターらしい反応が近づいています。異星人対策部に通達します。待て。これはある意味好都合だ。助けなきゃ。ここはまずいんだよ。お願いだから言うこと聞いてくれ。レイジ、やはりお前のことは私が一番よくわかる。猫の思考操作によって彼を誘導する。まんまと成功ですね。ダメだよ、ここは。我々の調査部隊がドラクターと接触している。彼らを守れ。父さんはまた僕を言ったはずです。僕は戦わない。マジでどうしたんだ、神崎。俺を呼び出すなんて。あのちゃんと謝ろうかと思いまして。その私どうかしてたみたいなんです。いいぜ別に。お前のことがよくわからんというのはあるが。そうですよね。ただお前に言っときたいことがある。え？俺に恋してるとか言ってたよな。俺さ、恋愛とかそういうのやってる場合じゃないんだ。だから俺のことはきっぱり諦めてくれ。え？ああはい、それはそのそういう設定で。いや、何でもありません。すまねえな。今は周りですげえ変化があってさ、そいつで頭がいっぱいなんだよ。変化？その変化って何のことですか？あ？教えてください。ふん、言ってもわかんねえだろうけど、俺さ、これまで気持ちの行き場がなくて荒れてたけど、そんなしょうもない俺にも目標が見えたんだ。今の俺にはちゃんと生きてる実感がある。戦うために生きるんだ。戦う？ああそういうくらいの気持ちでぶつかるってことかな。あくまでも物の例えだが、戦ってどでかい敵をぶっ倒すことが俺の生きる道なんだ。和平だと？はい、テラー氏と話し合い居住できる土地を提供してもらうのです。たわけたことを。違う星で違う価値観を持つ者同士が共存などできぬ。そこにあるのは殺し合いのみだ。違う星同士だって仲良くできるはずです。くどい。下がれ。お母様。忘れるな、アーシム。我はお前の母である前にクイーンぞ。我に逆らうことは許されぬ。止めなきゃ。無駄だ。お前にはこのまま出撃してもらう。その新型機体アーサーでな。
目の前を見ろ。放っておけば仲間の人間が死ぬ。戦うんだレイジ。お前にしかその機体の真の性能は引き出せないのだ。僕に戦いなんてできない。戻らなきゃ。してまでお前たちのせいで僕の友達が死んだ。お前が逃げているからその猫は死んだのだ。お前が戦わなければもっと多くの命が失われるのだぞ。違う、僕のせいじゃない。僕が逃げたからじゃない。そうだ、お前のせいじゃない。だがお前ならそれを救うことができる。できない、戦うなんてできないんだ。レイジの脳波が異常値を示しています。やはりレイジの精神はパイロットをやらせるには。石崎君、君は覚えているかね。ドラクターの先制攻撃によって一つの町が壊滅したあの日を。はい、あれは地球人の力を測るための威嚇攻撃だったと言われています。私は家族を失って生きる希望などなかった。だがレイジが私に新たな人生をくれたのだ。諦めましょう、レイダー一郎。この子はもう無理です。まだだ、戻ってこいガキ。こんなところで死んでどうする。みんな死んだ、死にまくった。お前まで死ぬ必要はないんだ。だからお前は生きるんだ、生き抜くんだ。一丁、よくぞ戻ったな少年。しかし心停止時間が限界を超えていました。この子には何らかの障害が残るかと。ああ分かってる。だがこの子は失われた多くの命と引き換えによみがえったのだ。この子は奇跡の子だ。奇跡を起こせる子だ。助けてみせるさ。どうだレイジ、そろそろ外に出てみたくはないか。外は素晴らしいぞ。お前にも広い世界を見せてやりたい。信じがたい現実を見た彼は自身の思考から感情を完全に切り離しているようです。あらゆることに興味を示しません。ならば来なさい。この子は。素晴らしい力ですね。人類は間もなく未曾有の危機にさらされるであろう。人間の本能が、遺伝子が悟ったのだ。今こそ進化の時だと。あの子供たちが進化。ああ、人類はさらに高いレベルの生命体に変わろうとしている。素晴らしいじゃないか。いなくなればいいんだ。よせ。じゃあお前からいなくなれ。悪者には消えてもらう。レイジやめろ。
失礼します。これを見てください。昨日暴れ出した少年の CT です。腫瘍、この腫瘍のせいで彼は、特殊な力は脳に大きな負担を与える。このような症状が出てもおかしくはない。驚くべきはそこではありません。次のページは今日撮った彼の CT です。これは腫瘍が完全に消えている。何が起こったのだ。あの時レイジ君が彼の頭に手をかけました。ん？まさかレイジが力を使って少年の脳腫瘍を取り除いたというのか。そうとしか考えられません。なんという子だ。我々はついにたどり着いたのだな、人類の進化に。敵兵が接近。このままではアーサーごと破壊されます。緊急停止させ回収しましょう。レイジならやれる。しかし私はお前と出会って生きる希望を得たのだ。乗り越えろレイジ。博士、ダンダンスはまもなく突破します。メガトン級の援護はどうなってるんだ。殺したら誰が殺した。許さない。悲しいかレイジ、お前が戦わなければもっと悲しいことが起きるんだぞ。戦うんだレイジ。じゃない、仕返しをしてやるんだ。許さない。そうだ、それでいい。脳波感応機構、アクトドライバーは正常に作動しています。当然だ、レイジなら一人でメガトン級を動かすことなどたやすい。脳波が異常値を示し始めました。これは異常ではない、サイコライズ状態だ。かつてレイジは人間の所業とは思えぬ力を発揮し、脳腫瘍を治癒させた。人の中に眠る次世代の力、サイコライズだ。覚醒した。人は今ここに進化を遂げたのだ。僕は何をしたんだ。異星人を倒したんだよ、人類を脅かす異星人を。君は僕が戦わなかったから死んだのか。戦わなければ奴らはもっと殺すだろう。これは大切なものを守るための戦いなのだ。レイジ、その偉大なる力で戦い、そして守るのだ。それが神がお前に与えた使命だ。私は何も救えなかった。何一つ、自分の家族ですらも。もはや生きる希望など何もない。だが、お前を見守るために、私は生きていくことを選択しよう。子供たちを洗脳し、戦わせるなど非倫理的。今回の雨宮君も、本人の意思に反して戦わされています。何をぬるいことを。地球は今極限状態なのだ。なりふり構ってはおられん。どんな状況下においても人間らしさを失ってはなりません。私たち異星人対策部は本人の人格を尊重し、パイロットを育成しているのです。そういう君も一大事ヤマトに異星人への憎しみの記憶を返しパイロットにした。それと我々とどこが違うというのかね。それはこれからは君たちだけではなく、我ら医療部も特殊能力者パイロットのローグ部隊を結成させてもらう。いいですね、議長。
わかりました。おじい様の意志は異星人に決して屈しないこと、戦いを優位に進めることを最優先と考えます。君もあいつらの手先か。君は僕が守る。君のために僕は強くなれるのかな。先生、なんすか。私は美術部の顧問だ。知ってますけど。君にも美術に興味を持ってもらおうと思ってね。は？先生、先生、私も興味があります。ぜひ私にも美術部のこと教えてもらえませんか。そういうことなら俺は必要ないよな。じゃあ先生、勧誘頑張って。アーシェル様、何をなさっているのです。その者は。ヤマトは私の獲物です。あ、やっぱり私も気が変わりました。じゃあ、あなたも私と同じシドルの刺客ですね。私はイブリム。私嫌いなのですよ、仕事の邪魔をされるのが。何よりもたとえ同業者であろうともね。サーザンと姫に手をかけようとは不届き者め。おはようございます。確かなるものを追い求め、もがき苦しむ者がいる。したたかに浮かべるその笑みは、天使か悪魔か。真実は霧の中で揺らめく。次回、メガトン級武蔵、秘密現象。答えは新たな